はい、皆さんこんにちは、吉野正です。いつも YouTube、Facebook、アメブロン、メルマガいろいろ見ていただいてありがとうございます。さあ、今日ご紹介するのはこちらでございます。ババン。セブンイレブンさんのレジの横にあって、思わず選んで買ってしまいました。こちらの、チョコ風味ホイップクリームチョコ大福でございます。100円。柔らかお餅。この側があってですね、そして、中にですね、チョコ風味ホイップクリームが入って、そして中央部ですね、マントルの部分ですね、チョコソースと、いうことですよね。チョコソースが、どんなもんかですね、ちょっと、興味あるんですけど、いただきます。なんちゃら大福、外れた試しがないかな、という記憶なんですけど、ということで大胆にも、手で、取ってしまってですねいただきたいと思います。ではいきます。いただきます。うまい。柔らかい。チョコケーキ、なんていうかな。チョコのケーキ。チョコケーキって言うとなんか違う感じして、チョコのケーキの、感じですよね、この味が。要はどこかっていうと、チョコ風味ホイップクリームの部分ですね。で、中央のこのね、チョコソースがいまいちちょっとまだ、わからん。これは、チョコのアイスの真ん中辺みたいな感じですね。あるいは、あんまないけど、パンの中にチョコが入ってるやつのチョコですね。こんなもんか。ちょっと、あれですね。もっとこう、硬いものが入ってるのかなと思ったら、本当にトロトロのチョコが入ってましたね。チョコ尽くしでございますね。はい。ということで、ありがとうございました。今日ご紹介したのは、セブンイレブンさんのレジ。横にございました。まあもちろんレジのね、横に必ずあるとは限りませんけれども、チョコ風味ホイップクリームのチョコ大福100円でございました。この中にバナナは入ってません。バナナはこれを通して後ろのポスターなんでね。バナナ入ってませんからね、一応ね。念のためにね。はい、ということでありがとうございました。またお会いしましょう。メール来てたからそっちを了解しないとこれが押せない。